から今日やるんやったら今の時間しかなかった絶対、うん、って言って2人でダッシュしてきた。15分ぴったりで終わりすいません。でまたあのもうそろそろって教えてください、うん、私もお願いします。発表するのでヤッホー。今年のセーター T シャツは目玉焼き今日は、ね、アンジュの生誕なのでそうね盛り上げていきましょう。うん、名前ありがとう。あ今日は大丈夫。バカポンの見た感じ。アンジュの差し入れ私がめっちゃ好きなお菓子でした。みんなうますぎてちょっと乗せんの嫌。なんかあのえ若い子たちがうまい。ほんまに。めっちゃうまい。どうしよう。やばい。誰の？レイコちゃん。レイコちゃんやばかった。めっちゃうまい。ほんまに乗せんといてほしい。さすがに無理それは。本気出してる。セーターの T シャツ、そう今年はシンプルにしたんです。そう、あ、ありがとう。バイバイ。だったらコメント助かる。で、私はレイコちゃんが1位読み終わったらコメあのランキング見ます。そうね。そのぐらいの。あれ。え、セーターさん外れた？マジ？どうしたん？綺麗なお、そう綺麗なお顔でできる。まだ。そのアングラは今頑張って書いてます。まだチャンスはあります。わからへんけど。セーターさんみんな来てほしい。そうね、もっちゃんも久しぶりに。れいこちゃんが色紙書いてくれるって私は信じてます。そう、本人から依頼受けない限り私はそう書かないから。え、そうなの？そうですよ。え、じゃあ直接やったらいいってこと？あ、直接私にた依頼したら私は書くというシステム。そう、なんなん？朝の記憶で書かれたことないから。やばいやばいやばい。私はもう一緒にいて5年ぐらい経つけど初めて言ったかも、うん、ちょっと23歳と卒業ポイントがたとえ違うチームそうない色紙だけ重要な、うん、大事よね、うん、いらない。でも去年かな、去年私しおりさんに書いてもらった気がする。え、なんで忘れてるんですか？どんなやったっけ？なんか緑の髪の毛とかやったんですが、めっちゃ覚えてんねんけど。だから去年か一昨年しおりさんでしたね。うん、ごめん、ごめん。え、出口の書に書いた覚えない？え、初めて書いたって言ってくれましたよ。うん、それ初めてそれ書いたことあるなっていうのは覚えてるけど。でもしおりさんでした。やば。ウィンクか、去年か。やば。どっちか。うわあ、こっちみんな。荒れてるわ。荒れてますね。あ、顔色緑、あ、顔色緑やった。顔色が緑すごい。そう、顔色緑のやつね。そうなんですよ。ありがとう。うん、ありがとう。ストレート珍しいですね。確かに。ほんまに？うん、最近ストレートばっかしてるの。あら、なんか全然いいなとか見てくれてね。やーなー。心境の変化ですか？あ、そうかも。ちょっと大人っぽくなる。うわ、やばい。レイさんは、そんなレイさんはゆいな何歳になるのって聞いてきました。同い年なのに一緒の一緒に成人式出たのに。まだ今年二十歳とかよ。違う、違います。嘘つくなよ。違いますよ、うん、いや、誕生日もありがとうございます。明日なんですよね、皆さん。いや、今日時間アバターが早いな。アバターがちゃう、アバターがちゃったよね。ショールーム内のやつかな。ああ、新一面じゃないんですよ。そう、私あの、あ、一面一面、今、うん、N でいるじゃないですか、うん、小島さんと、うんうんうん、石田さんと加藤さん。それはいつがひらがなで面がカタカナなんですけど、ひらがなの一面っていうのもいて、うん、私とはるかと新一なんですよ。なんかさ、変なパクリ多ない？ダンスブルルとかさ、一面のさ、なんかさ、ひらがな全部とかさ、そうそう、で、ここの3人が、あれこれ新一面って言ってそうですね。え、カタカナの一面おらへんじゃん。あ、いないです。じゃあ一面に、カタカナの一面。いつものメンバーじゃない。絶対このメンツで配信することほぼないですよ。集まらへん、絶対。ねえ、近しげさん喜んでますわ。うん、出口22歳になるんです。すごい、22か。そやで、意外と。うん、早い、普通に。ほんまに時の流れが早いですわ。いや、間違いない。さくちゃん
そう、うん、どこやお誕生日おめでとうございますってさくちゃんから来た。さくちゃん明日やねん私。もうメンバーフライングしすぎ。今日が一番まあね、そうそう、次会うのが24日なんでね、うん、メンバーみんな言ってくれるんですよ、嬉しいですね。そう、明日なんです。ちなみに当日の生誕は何も言わへんから。なんでですか。どういうこと。今日言ったもん。え、嘘やん。もうレイさんはね、多分あの今年一番早くずっと言ってくれてますね。うーん、嘘でしょ。いや、生誕はそう、出たいんですよ。え、出ないん。あ、違います、あの、はるかので。ああまだ決まってないよな。え、決まったっけ。な、公に出たっけ。わかんないっす。わかんない、そこら辺じゃ詳しくわからないし、ちゃんと見てないわ。そうなんですよ、出たい、言っとこう。タンプレでもこの年になるとなんか誕生日がめっちゃ早く感じる、うん、確かに去年、うん、なんかもう3ヶ月前ぐらいに感じる。え、去年の誕生日が3ヶ月前ぐらいに。日にち出たんや。あ、そうなんだ。もう聞いて。つらい。ちょっと。なんだよ。7月2日やって。そう、7月2日にあるんですけど。うん、7月2日か。もう7月か。それ早いよな。もうやだ。うん、20過ぎると早い。間違いない。はあ、22か。まあ、生誕だったよって嬉しいな。今年も半分。え、そっか、間違えない。やばい、今年も半分ってえぐいな、ね、何もしてないんですけど、やばい、今年どうしような、どうしよう、どうしよう、時の流れ早いな、もう。いや、本当にあん小学生の時とかさ、あんなにゆっくりやったのに、なんでですかね。やば、怖いな、怖いわ。あっという間に大人になっていくんやで、ほんまにな。なんか早いな、うん、そう思ったら。あ、いいやん、 MC 上半期振り返る季節やな。確かに、そろそろ振り返る。決まったわ、じゃあもう24日のゆいなの。違うって。みんなさ、マジさ、 MC は上半期どうでしたか。去年のデジャブやから、マジで。え、去年しかもそれでさ、ユイナの話ほぼ。そう、ほんまに。もうなんか上半期のこと振り返りだし、私の生誕祭でなんかちょい待ってやみたいなの半分以上使って。私のエピソード1個も聞かないまま。嘘やん、やだ。ちゃんと今年は、今年こそちゃんとみんな私のエピソード喋ってください、あったかな。ないな。なんで。ちょっと1年前に言ってなんでですか。で、うん、あ、上半期やり残したことでもいいかもみたいな。確かに、やり残したことか。うーん、何かな。な、懐かしいよな。あ、で、わかる。確かに照明あんま消してないから、照明いっぱい消せば、消したかった。うん、だ、十分消えたかな。十分消えたか。うん、確かに。で、ゆいなの生誕祭ピロピロ出たがってたんですよ、めっちゃ。出たがってたんだけど、不調だからね、今。体が。あの、あ、うん。おやみー。そう、出た、めっちゃ出たいいって言ってくれてたんです。イーちゃんが君。あ、そう。でもなんかアーノもイーちゃんみたいな。あ、そう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 。感じやったな。そう、Wi-Fi が飛んでるようにずっとちっちゃい虫がね、すごい飛んでるんです。一応昼夜両方行く。あ、それはもうめっちゃありがたいです。なんか生誕夜だけやったらさ、なんかもう昼さ、もうなんか、うん、わかる？うん。せやな。探すの必死やん。生誕前とかもめっちゃ好き、ね、でもなんか生誕祭近づいてきてんねんなとも実感する。確かに、そこで、うん、みんな貯めてる、貯めてるねんなって。わかる、わかるわ。感
そうなんです。だからあのぜひれいこちゃんとれいさんファンの皆さんいっぱいゆいなコールしてください寂しいので。それはどうかな。なんでそれはちょっとだ本人たちが考えてくれるみたいです。そみおちがね初日ね。あそうや頑張ってるよ。大変やで初日でさ。なあ昼夜な大変よな。ガチ地獄よな、うん、温めてるって言って。ごめん温めてるね。初またぎでも嬉しいね。お腹すいたな。わかる。食べとけばよかった。やっちゃった。お腹が減ったら焼きおにぎり。こいとつは結構大変な公演。そうなん？どう思う？全N とか出て。しんどいな。笑顔多いし。確かにな。でもスピードが速い感じがするから。楽しいかも。なんか絵のって結構こう重たい感じのみたいな感じやから。急戦協定終わった時に後半終わった感じするもん。あ分かる分かる。この後にこんな手振り回すみたいな。そうダンシングハイ。ダンシングハイのためにセーブしてるだから。マジ？うん、偉い。私急戦協定飛ばしちゃうわ。でも分かるその気持ちも。うん楽しいあれやっぱり。そう喋れへんのがちょっと辛い。休戦協定とかで。あちょっとセットやから。あ確かに。そう確かに。そう喋れないのが辛い。確かに確かに。後輩たちはまたぎで成長するからね。そうだよ。そうね間違いない。成長してきました私も。うん。偉いです。懐かしいなまたぎ。懐かしいね。休戦協定リグーです。何か滑らない話してくれてめっちゃめちゃぶりやん。さくちゃんずっとコメントするか迷ってる。何していいよしていいやで。絵うまかったうかさんのさくちゃん。三つ編みたらしみたいな。三つ編みじゃないけど三つ編みたらし。確かに進行形だから今月はもうだいぶ出ましたね。あ、14分前ということで。マジ？順位発表したいと思います。今13位ほら十分ありがとう。さくちゃん見てくれてるの。ありがとうございます。11位のぶさん。デグの絵ちょっと期待しんといてな。ありがとうございます。9位ちにのらさんありがとうございます。8位けんじさんどんどんコメントしてね。さきちゃんありがとうございます。6位ゆうきちゃんありがとうございます。5位バロックさんありがとうございます。ラッシュです。4位中志さんありがとうございます。3位ターくんありがとうございます。あ14分らしいです。2位柳さんありがとうございます。1位タカさんありがとうございます。やばいもう18時私もじゃあランキング4とこやばい着替えなきゃ分かるよ。13位バックンありがとう。12位サムさんありがとう。11位トニーありがとう。めっちゃ早着替えやんじゃうちら。10位コジありがとう。9位トシボンありがとう。立ったらもう8位がカニありがとう。頑張ってきます。7位がハマノンありがとう。6位がしんのすけくんありがとう。5位ダイちゃんありがとう。4位タツさんありがとう。3位トーゲさんありがとうございます。2位ショウちゃんだワンありがとう。1位はガンツンでした。1位ガンツンおめでとうありがとう。あ15分経ちましたということで行ってきます。公演ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。私も今からあの着替えダッシュが始まりますので、今日はアンジュの生誕祭。そして皆さん生誕 T シャツが、オフィシャルショップにて発売されておりますので、ぜひ皆さんゲットしてください。配信でまた見てください。着替えやだ。私着替えのめっちゃ苦手やねん。公演もぜひ見てください。ちょっと新たな新しいかもしれないので、新しい私が見れるかもしれないので、ぜひ見てください。あとどんぐらいやろ。あ、来た。